置き。ライトな、めっちゃ懐かしい、ほんまに。ちょっといいか。よいしょ。すっぴんすっぴんです。もうほんまにすっぴんやばい。あ、24時間のカラオケめっちゃ良かった、ありがとうございます。あいみょんさんの裸の頃歌わせていただきました。ほんまなんか何候補かあってこの曲歌いたいっていうので、なんか4候補あげてくださいみたいな言われて、で第一候補をあいこさんのカブトムシにしてたんですよ。この曲絶対歌いたいと思ってて、で第一候補って大体選ばれるやんか。めっちゃニキビ気になってきた。第一候補ってさ大体選ばれるやんか。ほんでなんかあ絶対カブトムシ歌いたいなって思って、で第二候補をで何やったっけな、相川七瀬さんの夢見る少女じゃいられないにしててやんか。でこれも歌いたいなって思ってて、ほんで次は、そう第三候補があいみょんさんの裸の心やったんですよ。で第四候補が、まあ、ちょっと浮遊感を出してさやかさんの追憶の光を選んでたんですけど、まさかの第三候補が選ばれるっていう。え、何これなんか久しぶりすぎてびっくりした。なっちゃんありがとう、びっくりした。久しぶりや、このミラーボール見るのも。お久しぶりだ。ニキビ隠したくなってきた、こんなん見たら。確かにいつもより幼いよな、こうやって見たら。ええ、びっくりしたびっくりしたなんか加工かと思った、急に加工来たんかと思った。夢見る少女じゃいられない道聞きたかった。9時15分ぐらいまで、9時10分ぐらい、9時か、9時ぐらいまで。嘘、あ、間違い、なんかまあ分からへん、適当にインスタライブします。この後見てください皆さん、ぜひお風呂上がりですねこれはすごい、何これ、なんかショールームやってない間にすごいな。みきちゃんありがとう、ガルゾーさんもすごいな。ゆずはくくくく、こんにちはよ、こんばんは、こんばんは。壁なよ、有吉の壁、ゆずも先に出た。え、かわいいこれ、あ、すごーい、かわいい。ゆず推し以外にもあいみょんさんの歌は評判めっちゃ良かった。え、じゃなんかな、メンバーにもすごい、なんか何、その時ゆずさ自分から私が歌いましたとか言われへんかってんけどさ、メンバーも裏でなんかあいみょんの裸の頃歌ってた人誰みたいな、え、めっちゃ上手くないみたいな、めっちゃ言ってくれてて嬉しかった。特に和田美優ちゃんが言ってくれてて、なんかそれをちょっと聞いてて、あ、ここでちょっと自分が名乗り出るの恥ずかしいと思って、心の中でありがとうございますと思いながら、和田美優ちゃんがすごく褒めてくれました。7期生のメンバーに、ね、裸の頃歌った人誰って言って、え、なんかめっちゃ上手やったって言ってくれてた。嬉しいですね。あ、ずっと気になる、ずっと気になる。おいニキビ、おいおい、しかもな、潰れてもうこれな、あやねん、あてやねん、ニキビ跡。ゆずさ自分で聞いてないか分からへんねんな、自分の歌声をどんな感じやったか、めっちゃ見たい。さやかさんと同じです、何でも聞いた、ありがとう、嬉しい、そうやって言ってくれて。触らない、もうね、ニキビ跡なのよこれ。やほやほ、ワヤネーヌ加入してないの、だってかかっちゃうじゃないですか。ゆずも入りたいね、めっちゃ入りたいけどさ、ちょっとまださすがにお金が、お金かかっちゃうから。痛い痛い。ぐっ、元旦も仕事やって、頑張って、お仕事大変やと思うけど、ファイト。2個
500円。私ねカード持ってないんですよ。あるかもやけど分からん。痛い。隠していい？一瞬コンシーラー持ってこようかな。ゆずな一個気にしたらずっと気にしちゃうね。あ、今日で仕事納めだった。お疲れ様んさ。私雪見ましたよ、さっき。めっちゃ綺麗かった、雪すごかった。めっちゃ綺麗。すぐ写真っていうかない？動画撮ったもん。私も今日で仕事納めでした。今年はあのリハーサルをしてきました、元旦公演の。え、風もやばかった今日。風えぐい。昨日で仕事納めでした。お疲れ様です。仕事納め、マジ寒かった。やばいよな今日ほんまに。なんか歩いてたらさ、普通になんかあーあーって押された。やっほやっほ。元旦公演配信、あ、お客さん入らんねや元旦公演。そっか。え、そやね。なんかのゆずのさ、ベランダ、家のベランダになんかあの何ドレッサーみたいなの置いてんねやんか、もういらんから。んでドレッサー置いててん。ほんだもう風強すぎて、あの窓の方にバーンって倒れてきて、ほんまにあの窓割れるかと思った。焦った。普通に持ち買ってきた。何のお持ち買ったん？あれ？なんかでかいやつ。青年ベランダに置いてて。深くないよな。分からん。それはゆずらも当日知るから、ほんまにその場で知るから何とも言えんねんな。あ、鏡餅か、丸顔。やば。本郷家のお雑煮はどんなの？分からん。前なんか分からん。あんま食べへんかも。お雑煮あんま好きちゃうねんな。でも数の子はいっぱい食べる。いた、数の子は食べる。前髪めっちゃ長い。なんかでもな、今日いい感じになって前髪。ちょ、なんかな、わかる？前髪とかさ、メイクがめっちゃいい感じにいった日に限って、ああいう風吹いたら雨降ってたりするからな、めっちゃ嫌やね。なんでなん。おせちはね、私食べないですね。ほんまに。お雑煮は味噌、お吸い物。分からん。あ、お吸い物かも。なんかあのお吸い物にお餅入れて食べたりするかも。寒い、この部屋ガチで寒い。今ってメイクすめ、いやまずメイクすらしてない、ほんまに。あれニキビ見えたもん。でも今はね、ここのね美肌効果っていうのがあるんですよ。ほら、ここにキビある。嫌になっちゃう。しかも全部な、その何、凹凸のニキビじゃなくて跡が多いんですよ、ニキビは。と思ったら、良いお年を。良いお年を皆さん。良いお年を。本当にメイクしてなくてその可愛さ、いやー全然やばい。泣きたくなるよメイクしてなくて。この顔は暖房つけてんねんで。でも全然なんか、そう、年内私配信するの最後なんで、皆さんこれで良いお年をです。良いお年を、バイバイ。そう、なんか年が変わったって、何が変わる、何か変わるわけではないけど、
最近どんどん可愛くなっていってるってよく言ってる。ああ、ありがとうございます、嬉しい。そんなことないけど。24時間の髪がたまらんでした。ツインテールか。じゃあ本番三つ編みにしててんけど、なんか出て、なんかよくわからん毛が出てきちゃって、自分で変えました勝手にツインテールに。ね、今年1年早かったな、ほんまに。なんか何もしてなすぎて逆になんかな、すごいもったいない感じがするこの1年。来年から深夜枠も、あ、そうなんや。ゲーム配信またこうあれしてな。せやな、考えとくわそれは。ワンチャンしやん可能性の方が高いからな。嬉しい、見るたび可愛くなってたけど嬉しい。なんかえらすごない。元旦用にスイッチのソフト買ってた、ソフト買ってきたって。何のソフト買ったん？スイッチ気になる。ゆうちゃんらしく頑張ったと思うよ。一歩一歩頑張ってください。私たちはそれを応援して見舞います。ありがとう、優しいな。頑張るわ。出た、桃鉄さ、なんか友達にもめっちゃ勧められた。聞いて、友達みんなの秋をさ忘年会してんねやんか。大人数じゃなくてもう少人数で忘年会してるらしいねんけど、誘われたけどちょっとコロナ怖くて断ってしもた。行きたかったけど最近コロナ増えてきててちょっと怖くなって断ってしまった。いいな、楽しそうやった。なんか動画送られてきてて、忘年会してるよみたいな来てて、あ、いいなと思いながらお家で私は鍋を食べました。だからその子たちが鍋食べてて、んで、あ、鍋食べたいなと思って、そしたらパパが鍋用意してくれてた。以心伝心。そうだからね、嬉しい。でもなんかな、みんなと鍋食べた気分になったからもう大丈夫。みんなが鍋食べてて、ゆずもお鍋食べたから大丈夫。パパと以心伝心。皆さんも気をつけましょうね、ほんとね。辛いもん食べさせようとしてたパパ、そうなんですよ、パパになんかドッキリかけようと思って、年内最後なんかドッキリかけようと思って、辛い、あ、ほんまは豚キムチを作ってやんか。ほんで、あ、なんやろ、何、豚キムチを作ろうと思って、ほんでなんかキムチ出したらめっちゃ少なかったね、キムチの量が。んで、あ、これはそや、あの韓国の友達からあの届いててやんか、そう辛いソースが。んでそれを使ってちょっと辛くしようと思ってしたら、ほんまに美味しくなっちゃって、めっちゃ全然辛くなくて、あ、美味しいと思って、ちょっと失敗でしたねあれは。ゆずが言った韓国のデスソースみたいな怖すぎ。じゃあれな、黒いやつもめっちゃ辛いねんけど、そのもう一段階辛いやつがあって、赤のソースがあって、それがほんまに辛いね、赤のソースが。お姉ちゃんって一回そのラーメン届いたから食べてんやんか。ほんだマジでゆず一口でお腹下したもん、辛すぎて。お姉ちゃん全部食べてた。パパの反応はなんか、あの全然辛くなくな、辛
いとか言ってなかったし、なんならちょっと怒られた。豚肉多いねって言われた。ちょっと豚肉全部入れちゃった。エリちゃん怖って何？あ、エリザベスか、びっくりした、誰かと思った。ソース入れていい感じになったってオチもおもろい。しゃあね、ちょっとびっくりしたな。結構ドバドバドバって入れていいんで。ジュルキュアやめたって。え、ジュルキュアより、ジュルキュア、ジュルキュア、ジュルキュアみたいなやつより多分辛い自信ある。あれ同じぐらい辛いと思う。甘いのと違って辛すぎるのと食べれない。ああ、辛いのはもう仕方ないよな、辛いし。イエーイ。料理の才能あるんじゃない？そうかな。あんま褒めたらあかんで、調子乗るから。ゆみさんにはね、なんか入れましたね、ジュルキアのソースみたいな、よくわからんやつめっちゃ入れた。ほんまに辛かった、あれ。また料理配信みたいです。あ、ぜひぜひしますね。じゃあいつか料理配信。髪どこ前伸びた？なんか、え、あんま伸びてなくない？結構伸びた？あ、でも前よりかは伸びてるかも。前ここぐらいやってん。伸びました。豚肉で多いわ、多い、豚肉多いで怒るわ。草間違いね、なんで怒んねんと思って。そこで豚肉美味しいやん。こんな感じ。胸下前伸ばしたいんですよ今。だいぶ伸びたと思う。出た、伸びるの早いのは。それ友達にも言われてんな。今のゆずの回めっちゃ好き、ほんまに。この長さ友達も好きって言ってくれた。今いい感じの長さって。美人になりました？わかんないです、それは。夜更かしすると伸びる。え、ゆずやん、やばい。最近毎日夜更かししててやばい。生活習慣、瞬間って習慣バグってきてんね今。そうなんですよ、生活習慣バグってきてて。今の髪の長さとマフラーの組み合わせやばい。エイズ結構マフラーあれしてんね。え、てことはやばいんじゃん。学校休みになってから寝てないの？寝てないですね、全然寝てない。なんなら起きるの12時とかやもん。やばいやばい。こんばんは、こんばんは。じゃあこの後インスタライブするから、皆さんぜひ見に来てくださいね。まだもうちょっとショールームするけど、なんかめっちゃ寒いわここほんまに。今ずっとドライフラワー頭の中で流れてる。外には出てる？ほんまに、あの、出る用事がある時だけ出る。じゃ怖いやんな、ってどっかで映ったりしてもさ、なんか遊びにはたまに行ったりするよ。でもさ、大人数で行ったりするのはほんまに無理で、それがコロナやから大人数で行くのが無理とかじゃなくて、もともと大人数が苦手です、ごい。そうだから、うん、でも今はまずなんか遊ぶ友達がおらへんから、極力外出るようにしてる。無駄なあれは。で、出たとしてもほんまに人混み避けるね。これブラジルのファンのために微笑むことができますか？わかんない、できると思います。そ、なんか今年中にあユニバ行きたいなと思ったけど、絶対怖いやん今行ったら、ね、行きたいけど。友達ご飯って4人
がちょうどいいよ。あ、でも確かに4人の方があの、まあ、偶数やん。だから何かあっても2人2人に分かれるからすごいいいなって思う。お俺も遊ぶなら少人数派やから激しくで、 やっぱ少人数が一番やな。なんか落ち着くし、その少人数ですごい仲良かったら思ったことも言い合えるし、何でも OK。 ユニバ奇数とか最悪やと、えーずさ、そのほな行こうやでユニバ行った時にな、あのジェットコースター乗ってやんか、そのハリーポッターにあるあのジェットコースター乗ってんけど、誰が一人で乗るかみたいなじゃんけんなって、何やったっけな、あの未来と菜の穂ちゃん、ココナと玲子ちゃん、ゆず一人で乗ったもん。そういうのめっちゃも弱い。インスタでもいいからミラコと遊んでやってください。どうした未来、なんかあった？全然遊ぶで、インスタでもズームでもテレビ電話でも3人と1人になる自信ある。え、そう、ゆずも1人に自信、自信ん1人になる自信しかない。だからそういう空気を多分作っちゃってんの、自分で1人でいいよみたいな感じの。いや、それは辛いに見えた。それは辛いよな。話を仕切る役は人数増えるとしんどい。あ、確かに。あ、日頃ミラ呼び出してるか、確かにな。それはそう。最近インスタライブもショールームもずっとやってなかったよな。なんかね、モチベがなさすぎてさ。ユリアちゃん帰ってきたら面倒見立ての任せてください。ユリアのことは任せてくれ、ちゃんと面倒見るよ。サブ大阪駅降った、ふたふた降りました。ゆずちゃんめっちゃ久々、あー久々、元気か。そう、そういう日もあるやん。だってでみんなもあるやろ。あー、なんかあの仕事、あーなんかモチベないから仕事できひんなとかってなるやん。それと一緒です。さ、今までねしすぎてたんですよ多分。なんかね、あの何なんて言ったんやろ、のモチベがないって言ったら嘘やけど、普通になんか話すネタもそうやけどさ、あの何ゆずのさショールームって結構なんやろ、まあフリーな感じや。話とかも今こうやって考えて話してるやんか。でなんか一回インスタの DM でさ、なんかテーマとか作んないんですかみたいな。そうなんかそうインスタの DM でなんかテーマとか作った方がショールームも見やすくて面白いですっていうDM が来てたんよ。そうだからなんかそれ見た時に、あーテーマかーってなって、でなんか今コロナでさ全然外も出られへんしさ、あーどうしようどうしようって考えたらこんなとこに来てしまった、ここまで立ってしまった。そうなんかね結構気にしいな性格なんですよ私が、もともとだからなんかその人だけが思ってるあれかもしれへんけど、なんかその人が思ったらみんな思ってるって思ってしまうから、そうずっとあーどうしようどうしようって考えたら12月30日になってしまいました。優しいねみんな。フリースタイルラップみたいな言い方するよ。そうだからまあ私はもう考えに考えた結果フリーにしようって思いました。ショールームの話す内容はアメトーク見てる、見てなくてダビングしました。明日はガキの使いもありますね、楽しみ。お、ありがとう。体調崩してるのかと思ったからよかった。全然全然めちゃめちゃ元気やで。
なんならほんま夜中まで電話してたし、友達いろいろ相談もしてたし、こういうのってどうしたらいいとか言って、自分を変えてかんみんな楽しみ。ジェイズさんほんまにもう毎年楽しみなのがアメトークのあの何家電みたいなやつと、あと一番好きなのは運動神経悪い芸人がほんまに大好きで、そう全録画貯めたまるちゃんはそう全見ました、見事。んで最近ほんまにねもうなんか芸人さん好きすぎていろいろ見てたら面白すぎて、そうあの最近はアインシュタインさんの YouTube を毎日見てます。もう毎日見てる今やばい。アインシュタインさんが YouTube してるんですよ、それも見てるし、ミトユズさんがやってたあのミッションインユズルっていう、そうそれもずっと見てます。あそうそう毎年その両方がやってて、家電芸人と運動神経悪い芸人、あれがもう楽し面白すぎて毎年撮ってるし、なんか一昨日ぐらいのもまだ撮ってるかも、去年去年一昨日ぐらいどっちか忘れたけど、ミッションユズ大好き。そう私も大好きなんですよあれほんまに面白すぎて。いやでもやっぱねアインシュタインさんのあのあれが一番好き、モーニングルーティーン。だから河合さんはすごい何やろお肌に気を使って、すごい何やろ何あの男性らしい感じのあスキンケアもちゃんとされてるんやなって思いながら見てて、で次稲田さんがさほんまに面白くて、なんかもうあの何髪の毛をドライヤーじゃなくてあのドローンで乾かしてるの見てもそっからハマってしまって最近毎日見てます。イナちゃんのモーティングルーティンめっちゃおもろかった。えやんなやばいよなあれ大好きやねんけど、ほんまに今一番ハマってる芸人さんです、アインシュタインさん面白すぎる。こんばんはこんばんは、面白いですほんと。ニナちゃんのドローンは腹痛かった。そうなんか夜はちゃんとドライヤーで乾かしはるらしいねん。でもあの朝風呂した時は普通にドローンで乾かしてて、ほんであのちゃんと風いってるんかなと思って見たらちゃんと風いってた、面白いですね。で基本ね芸人さんの YouTube は私全部見てます、ほとんど見た目のインパクトを最大に生かしてる気がする。いや間違いない、それはニューヨークシーンでさなんかコメント欄に稲田さんがその朝風呂した時になんか多分緑の入浴剤を入れてはってん、でもなんかコメント欄に稲田さんが入るとなんか何やったっけな、沼に泥沼に入ってるみたいなコメントが書いてて、いやなんかコメント欄も面白いし、なんかそういうのを見るのは私は大好きです。コメント欄プラス動画を見るのが大好きです。正月中に見てみるかな、あぜひぜひ見てみてください、正月中に面白いのでぜひ見てみてください。え、そうやね、お笑い好きな人がなコメントするから面白い、間違いない。お、もう9時や、今何分、9時5分かな。ゆずもやってみて、ゆずがモーニングルーティンするの9時3分ではそろそろ終わろうと思います。いなちゃんにいじられた後の会社も間違いない、もう大好きほんまに。とじゃランキング発表しますね、やばい年内最後ランキング発表や。13位ナイトフライさんありがとうございます。12位たかしさんありがとうございます。11位 F さんありがとうございます。10位のぶ太郎さんありがとうございます。9位ゆずはのひさおさんありがとうございます。8位しろさんありがとうございます。7位あさがさんありがとうございます。6位ざんたくさんありがとうございます。5位みきちゃんありがとうございます。4位くんちゃんありがとうございます。3位クレパスゆうちゃんありがとうございます。2位ガルゾーさんありがとうございます。そして1位はドルル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 ル
なっちゃんありがとうございます。イエーイ。皆さん今年も本当に1年お世話になりました。楽しかったです、とても。でどうする、明日また配信したらありがとうございました。本当にアインシュタインさんの YouTube 見に行こう、ぜひ見に行ってみてください。おすごい、よう音しようと見てきた。皆さん今年もありがとうございました。本当にまた来年もよろしくお願いします。はい、楽しかったです、久々のショールーム。また後でインスタライブするんですけど、とりあえずこっちはよいお年を。ニキビ気になる、最後寝わない、年内最後の配信ニキビ見ずっとおる。ありがとうございます、良いお年を。じゃあね、また後でお会いしましょう。さよなら。